どうもおはようからこんばんは、殿でござる。雑談マイクラやっていきましょう。久々ですね。雑談マイクラ自体がおそらく2月ぐらいはちょっと、羊さんやたらこすりつけてくるな、顔面を。まあ、これ自体が久々でして、途中に対馬やっていたんで、その関係で2月ぐらいは空いていたんですよ。で、その間にアップデートもいろいろあったのか、気づくと初期地点に戻っているんですよ。まあ、といってもね、前回やったのが終わったのが覚えていないんで、もしかすると最初に戻ってきて終わったかもしれないし、多分ね、そんな感じがする。で、まあ、久々というわけで、相変わらず前回同様何をしようとしていたかはさっぱり忘れているんで、ちょっとね、地図見てみて、今のところ見たタイミングでしか、まあ、見えないんですけれども、ちょっとね、向こうの方に行ってみようと思います。なんで、地図自体はあんまり意味がなくなってくるんだが、まあ、枠にとらわれないっていうのは、まあ、時には大切なことなんで、一旦ね、地図はやめて、ちょっとね、北の方に旅していこうと思います。アイテムについては、持っていたのをね、いろいろ作って、で、釣り竿とか、あとは鉄鉱石をね、こっちに入れていたんで、それを燃やして鉄の剣を作ったり、もうね、石の剣がボロボロでして、いざ死んだ時のために一旦この初期地点に近いこの魔女の家まあ私が倒して強奪したんだが、まあそこのボックスに一旦この辺のアイテムを入れて、なんでレバーを持っているんだで、これもいらん。あとは道中でワンちゃんとか狼かな、見つけられるといいんで骨は持ってて、あとはエメラルド4個じゃ交換できるものってあんまりない気がするな。まあ、食料については、まあ十分でしょう。羊の肉も7つあるし、でベイクドポテトでリンゴとパン、一応ね矢もあるんですよ。もう弓自体はもうボロボロなんですけれども、一旦こうしておこう。まあ、そんな感じでちょっと向かっていこうかなとは思います。で、ベッドがないんで、もう初期地点にあるこれは回収。リスポーンがね、多分ね、あの木ぐらいなんですよ。なんで、ほぼほぼ近いところに、こういうウィッチの家を見つけたんで、私がもう強奪したんですが、なんで向こうの方、ちょっと平原が、この画面では見えるぐらいで、その先が果たしてどうなっているのやら。で、まあ、久々の雑談ではありますが、まあ、この動画を投稿しているタイミングのちょっと前ぐらいで、ついに PS5 の発売日がようやく決まりました。結構、じらされましたよね。11月の12日だったか、しかも価格も、ディスク版っていうのかな、まあ、よくある本体タイプで49,980円ぐらい、で、ディスクなし版で、1万円安い感じで、思ったよりは全然安いんですよ。私はね、どっちを買おうかなって思っていまして、多分ね、ディスクのない方を買うかな。いつぞや言ったかもしれんが、今私が持っている PS4 初期型もう発売日と同時に買ったやつなんですが、あれがね、1、2年ぐらい前かイジェクトエラーっていうのが発生してて、ディスクをね、途中で排出するんですよ。実況者にとっては、本当それ大変だし、ね、撮っていてもエラーで落ちますからね。で、ゲームが強制終了して、ディスクが排出されるんですよ。多分、静電気とか、まあまあ、掃除ホコリとかのせいだと思うんですよね。で、それ以来は、もうディスク買うのをやめておいて、ずっとダウンロード版にしているんですよ。それに慣れているんで、もうゲーム屋行くのもだんだんめんどくさくなってきてて、だったらもうディスクなし版なんちゃらエディション、あれでいいかなって思っているんですよ。みんなどっち買うんだろうね。やっぱりディスクがある方を買うのか、だいたい半々ぐらいでしょう。ダウンロード版、今ね、PS4 版でプレイしている割合というのかな。なんで、まあ、そっからディスクなし版に移行する人もいるかもしれないし、逆はあんまりないかな。まあ、なんで、あえてそういうディスクのないバージョンっていうのが数が少ないとは思うんで、そっちをちょっと狙っていこうかなと。どこで買うかっていうのもね、まあ、いつもゲーム、まあ、昔は買っていたのはゲオだったんで、まあ、ゲオアプリの方で抽選で
まあ当たればよし、当たらなくてもまあ次の生産の時に買えばいいかなと。今たちまちこうすごいやりたいっていうゲームがそんなになくて、それ以前にね、4K に対応したテレビをね、ちゃんと買い替えないといけないなって思っているんですよ。今ね、私がプレイしている環境って、新築、家建てた時に買った机があって、それが幅が1メートルぐらいで奥行きが40センチぐらいしかないところに、パソコンのモニターを置いて、で、その横っちょに斜めにして、テレビを置いているんですよ。だからね、あんまりこう大きく、お、村があるじゃありませんか。じゃあ、ちょっとそっちに行ってみよう。あんまりね、置くスペースがなくて、だったらもう、おお、もうこの時期に、例えばこう壁掛けの大きなテレビとか、まあ、金ないんですけれどもね 私が買った机の選択ミスもあるんだが、そもそもね、新築っていうのがミスでして もう取り返しがつかないんだがな。分譲にしとけばよかったと今にして思うが、一から築城したというのもね、まあ、経験としては良かったんですけれどもね、結果としてローンがね、35年でね、65歳までね、返さないとね、いけないという 地獄に陥っているんで、まあそこは取り返しのつかないところなんで、しょうがないとして、あ、村、滅びた村か、けれども馬とかいるんだ、それはもう出してあげないと。ああ、もうゾンビとかいるな。出てきたし。生まれてきたしな。かわいそうだな。ここは出してあげよう。まだ見つかってはいないかな。やたらテンション高いな、馬。出たいんだろうな。わかるよ。ちゃんと出してあげよう。いつ滅んだのかはわからないし。あ、でも藁はあるからな。子供もいるんだ。親子連れ、片親かな？やっぱり、もう一人のお母さんかお父さんかどっちかはわからないが、多分死んでしまったんだろうな。で、肉をお食べみたいな。まあ、そんな生々しい話はいいとして、寝た方がいいな。一旦離れたところで寝て、で、ちょっと村を探索しよう。だから、ぶっ壊しておいたこの城のベッド。だからね、お金なんですよね。いや、休業期間もね、盗賊のアジトまである。休業期間もまだ続いてて、結果として給料はいつもより落ちているんですよ。その中で結構ギリギリな状態なんですが、まあ、一個ね、個人的な朗報といえば、フェアレディ Z のローンがね、ようやく終わるんですよ。3年間払い続けてて やっと終わるんで、その分が返ってくるんで、それで多少はまあ持ち直すかなとは思うんですよね。まだいるよね。おお、まだまだいたわ。おじいちゃんもね、いつの間にかドロップした防具で、またゼウスが 帰ってきているんですよね。あ、ベッドも欲しいかな。こういうところの食べ物とか大丈夫かな？お腹下しそうな気がする。ポピーがある。まあ、あとは冬のボーナスとかもあるし、その辺でなんとか、まあ、大きな壁掛けテレビとかを買えればいいし、そもそも PS5 自体が抽選なんで、当たるかどうかもわからんからな。当たったとしてもすぐプレイできるとは限らないしな。互換性っていうのかな。PS4 であったものは大体 PS5 でプレイできるっていう話を、社長から 聞いては、おっとかかってしまった。よいしょ。まあ、聞いてはいたんで、で、さらには、いわゆるシェアボタンもあったりするんで、編集とかはね、引き続き可能だと思うんですよ。まあ、なんで、買い替え、まあ、移行というのかな。移行するのも悪くはないんだがな。まあ、なんせ当たらなければ意味がない。なんで、PS5 に関しては、一旦ね、期待せずにいる。あえてね、あえて期待せずにいて、当たればよし、当たらなければしょうがない。それぐらいの気持ちでいた方がね、絶対楽だと思う。まあ、そんなこんなでね、めでたいニュースもあるんですけれどもね。あ、そういえば、アジト、いや、アジトはこの装備ではな、いや、耐久がね、もう弱いんですよ。2、3発受けると、もうこの兜と、胸当てが多分ぶっ壊れると思うんで、あんまりね、無茶はしたくない。
だいぶお腹が減っているな。もう柵はいいとして、で、今後のスケジュール的なものも話していきますと、信長の野望の創造の戦国立志伝の時編が終わったんで、ぼちぼちね、立志伝の枠に戻そうと思いまして、4をね、結構ね、撮りました。頑張って撮って、で、ぼちぼち編集しないといけないんですけども、最近の感じだとね、実況終わって次の新実況やるまで、1週間さらにね、開けさせてもらっているのが最近の流れでして、なんで太閤立志伝ね、次やるのは4なんですが、4の投稿自体は10月の1日から始めようと思います。で、前かな、桜姫、秋に出るんですが、あれを買うと言っていましたが、申し訳ない、やめます。というのもね、やっぱりお金使いたくないのもあるし、農業的な知識って一切ないんで、そんな中で桜姫、天水の桜姫か、やったところで、なんか地雷臭がするんですよ。で、定期枠の中にね、鶏かな。なんか金の鎧を着たゾンビにも思えてしまった。多分おじいちゃん疲れているんだろうな。幻覚が見え始めている。で、まあ歴史以外の枠が欲しいなと言っていましたが、思えば週末に投稿しているもので、だいたいそれ賄えているんですよね。なんで平日の定期に関しては、歴史枠で太閤立志伝シリーズで、信長の野望シリーズ、シリーズといっても今挙げているのは大志ではあるが、でさらには戦国姫セブンか、その3枠で行って、で今挙げているネルケが終わり次第一旦その枠はやめておいて、で週末にスマホ3本よくやっているわ本当。いや、休業だからこそスマホ3本回せれているのだと思うんですよね。で、雑談枠について、これがね、今回話したい一番の話でして、雑談枠を一旦ね、マイクラはね、やめるというか、他に雑談で喋るようなゲームがない場合に雑談マイクラを上げるのであって、なんかあったらそっちの方を雑談枠としていこうかなと思いまして、で、じゃあ何をやるかと言いますと、今月の9月の下旬に原神っていうね、ゲームが出るんですよ。もともとは、おお、エンダーさんか。もともとはスマホアプリの方で気になっていたんで予約はしていたんですが、続報で PS4 でも同じ日に発売されるという、いわゆる無料、基本無料のオープンワールドの RPG で、いろんなね、可愛いキャラクターとかいてね、ちょっとね、気になってて、スマホアプリで落とすのも最初はありだと思っていたんですけれども、やっぱりオープンワールドの RPG となれば、やっぱりね、大きい画面、まあ、テレビはちっちゃいんですが、ちゃんとコンシューマーでやるのもね、いいかなと思ってて、それでやるんだったら雑談枠みたいな感じでやってみようかなって思うんですよ。まあ、まだね、やってみないとわからないところもあるんで、飽きたりやっぱダメかって思ったら雑談マイクラに戻すんですが、その原神でちょっと雑談枠として冒険してみようと思う。いろんな意味での冒険ね。そういう感じで、それが9月の下旬に出るんで、そっからちょっと雑談枠を原神に切り替えていこうかなと思っております。で、噂では結構ガチャが渋いらしいんですがね、一旦無課金でどれだけやれるか、それはね、スマホアプリ3本あーっと危ない落下するところだったわ。スマホアプリ3本ありますからね、あんまりね、課金するのも危ないんで、そういう意味もあってあんまりお金使いたくないんですよ。だからこそ基本無料の、まあ、1200円ぐらいは払ってしまっているんですが、基本無料の、ね、ゲームでちょっとね、コスパ節約しながらゲームをやっていけたらなって思うんですよ。まあ、そんな感じでね、やっていこうと思います。もともとチャンネルの5周年の時にも言いましたが、減らしていかないとね、いけないからね、枠をね。それが逆に増えてしまっているわけで、だったら今投稿している水曜枠やめて、まあ、月水金ぐらいにちょっとね、変えてやっていこうかなと思います。
あとはその休業期間が終わった後に、果たしてスマホアプリ3本維持できるかどうか。ドルフロも必死こいてやっているし、アークナイツも必死こいてやっているし、プライデーだってね、まだ個人ランキング144位って頑張っている。かつギルマスなんで、あっちもやめるにやめれない状態なんですよね。もうプライデーとかレベルマックスになっているしな。まあそんなところまではやっているんで、もうお花畑。あったところで、まあ特に回収してもメリットはない。あれかな、色かな、色をつけるのに、ね、染色化するのに使えるとはいえ、特にもう旅しているわけで意味がないからな。結構歩いてきたが、あら、北に向かっているつもりが、見ていると西にだいぶそれているね。帰ってこれるかどうかはね、死んでみないとわからないから、まあこのまま歩いてはいきますが、あ、村がある。今度こそ、死んだ村ではないかな。あっこにたどり着いて今回は終了にしよう。なんで次回の雑談枠としては、原神やっていこうと思うので、よろしくお願いいたします。なんかすごいな。村の中に、なんか丘、山かな、なんかあるな。いろんな子もやっぱり滅んでいる。なんだろう、最近ついていないのかな。滅んでいるし、ってことは近場にやっぱりアジトがあったりするんだろうか。近づくだけは行ってみよう。どうせゾンビもいるんで、近くでは寝れないんですよね。滅びた村2箇所発見。あ、いたわ。安らかに眠れ。しかも言っていると、日が暮れてきた。じゃあ、あの上で寝よう。見晴らしがいいし、ああいうところだったらモンスターも湧かないでしょ。あ、また囚われたまんまの家畜がいる。あ、畑になっていたんだ。いいね、私が大好きな人参がある。じゃあもうここで寝ましょう。よし、おはようございます。滅びた村でこんなところに畑作っているんだ。水とか張ってはいるが、面白い地形だね。すごい高低差のある町だ。よし、じゃあ今回はこの辺にしまして、まあ次回原神をやってみて、まあどうなるかをちょっとね、試していこうと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。